はい、プレボールドマヤ球人です。今回はですね、中日の戦力外予想ということでございまして、中日編やっていきたいと思います。えー、例のごとくですね、えー、スケット編は以前に出しましたので、今回は、えー、支配下の日本人登録選手に絞ってですね、お話していきたいと思います。えー、現時点での成績でのですね、予想でございますが、まずは何選手ですね、戦力外になるのかというところですね、チェックしていきましょう。 はい、では、戦力外人数というところで見ていきましょう。えー、現在ですね、配下は69人ですね。正確には70人は埋まっておりますが、福留選手が引退が発表されましたので、1人減ってですね、69人ということになってます。なので、ここから何人減るかというところなんですけど、まずドラフト指名は10年平均で6.4人ということになっております。えー、今年もですね、おそらく6人前後の指名っていうのが見込まれるんではないでしょうか。 で、FA リュース枠で0から1人ということで FA 兼ですね、松葉選手が持っておりますまた加藤翔平選手かな、まあ、松葉選手が講師の可能性っていうのはありますので C ランクの松葉選手講師すれば枠が1つ減るということなのでこの辺はね少し意識しておかなければなりませんで3つ目ですね、育成奨学枠や予備で4から6枠ということでまあ、このぐらいはね、開けておきたいのかなっていうふうには感じますであとは外国人選手の去就ですね5から7人体制ですねまあ、今8選手 いるんですがまあおそらくですねリリースとまた育成落ちもちらほらあるのかなっていう風に思いますので、えー、まあそうですね、ある程度は絞って始まるのかなという風には感じますのでまあそこをですね諸々含めてまあ、戦力外9人ですね予想しております結構まあリリースですねまあ、ないしまあ育成落ちも含めですねあるのかなという風に思いますのでそれでは早速見ていきましょうどうぞはいでは投手組ですね見ていきましょうまずは計2名ですね 佐藤優選手29歳プロ7年目年俸1,080万円ですね、えー、見ていくとですね今季は1軍で4投板4イニング防御率11.25脱三振率6.75予留率2.25ということで なかなかね、ちょっと結果が残していないということですね。実績でいうと、2018年かな42投板いたしまして、防御率も2点台というところで、えーまあ、この年がですね、まあ、10ホールでも記録しておりますので、結果が出ていたんですけれども、それからですね、えーまあ、4年間ですね、えー、結果が出ていない状態が続いております。で、2軍でも45投板、43.22、2, 軍2勝2敗、6セーブ防御率4.33、脱三振率8.45、良識率3.30ということで。 ある程度三振は取れているんですが、防御率は4点台ということになっております。まあ、45登板というね、数字はしっかりと2軍を回してくれているんですけれども、えー、年齢的にもですね、もう来シーズン30歳を迎えるということになればですね、なかなかちょっとね、厳しくもなってくるのかなっていうふうには感じましたので、まあ、今回名前を挙げさせていただきました。 はい続いてはですね笠原翔太郎選手、えー、27歳プロ6年目年俸1000万円ですね、新潟医療福祉大からですね中日に、えー、ドラフト4位指名ですね、2016年にされました。でで選手はですね えー、2017年、18年かな、ルキアと、まあ、2年目は先発として、えーまあ、ある程度活躍っていうのを見せていた時期もあったんですよね、特に18年なんかはですね、17先発しておりまして、6勝を挙げておりましたので、えー、ただですね、そこから19年、20年、21年、22年とですね、なかなか結果が残せなくなってきたというところもあります、まあ、見ていくと1軍では4投板で17イニングで1勝2敗、敗イボーグルスス率5.29奪三振率4.24、四死球率4.76ということで、まあ、今期もね、 なかなか結果が出ていないなとで、2軍でも8等版で40イニング1勝4敗ボーグルとい点7。2ということで。 まあ人間でも防御率4点台ということですね。はいまあ左ピッチャーですね、非常に貴重でございます。松葉選手もですね、出ていってしまう可能性があるので、こう残したいところではあるんですけれども、やっぱ年齢的にもね、27歳となってきました。で下で言えばですね、えっとまあ上田選手が育成から出てきたりもしておりますので、そういうところを考えてもですね、まあ誰かしらですね、左ピッチャーはリリースされるのかなっていうふうには感じました。まあそれがね、誰になるんだろうっていうところを考えると、まあ岡田選手はですね、 ね、イニングイーターの役割とかもありますし、えーまあ、他の選手はちょっと年齢とかも考えればですねやっぱ笠原選手が当てはまってしまうんじゃないかなという予想でございます。 まあただピッチャーは2人ということで、まあ、ピッチャーの頭数がそもそも少ないよねというところにもなってきて完全にリリースする選手っていうのはそこまで多くないのかなっていうふうには感じましたのでまあとりあえずこの2人かなと怪我人も多いですしね2軍を回すにもなかなかピッチャーがね足りない状況にもなっているのでそういうところを考えればこのくらいになるのかなっていうふうには感じますねはいでは続いて見ていきましょうはいでは野手組ですね見ていきましょう計3名ですね えまずは、どの上、直道選手、33歳、プロ16年目、年俸2900万円ですね。2006年高校セザロフト、一巡目指名の、いわゆるドライチの選手ですね。こうですね、バリバリレギュラーであったかと言われるとですね、まあ、キャリアを通じてですね、そういうことではないんですけれども、規定打席に立っていた年もありましたし、えー、堅実な守備と、あとはまあパンチ力もですね、えー、ありましたので、そういうところでね、プロ16年間プレイしてきました。えー、ただですね、だんだん試合数も減ってきて、今季は1軍で15打席、3安打0本。 まあ0打,点打率2割、大部数0.40ということでございまして、えー、わずかですね1軍では12試合の出場ということで、えー、これはですね試合に出だした2010年です、ね、以降、最低の数字となっておりますので、今季は本当に1軍からおいびがかからないと。 で、二軍では279打席で72安打4ホーマー29打点。打率は2割9分4、リンストリーリス3割5分8臨。オーペス0.774ということで。二軍ではめちゃめちゃ打っておりまして、まあ、実はウエスタンリーグ首位打者になっているんですよね。これほどまでに打っているんですが、一向にね、上に呼ばれない。本当緊急事態くらいでしか呼ばれないということになっておりまして。ま、あやっぱこれはそういうことなのかなというか。まあ、明らかにこうね、一軍に上げないという強い意思を感じるので、 やはり、ま、構想外なのかなというところになっておりますよね。まあまあ中日ファンの方だとですね、こう、は気づいているのかなっていうところにもなってくるんですけれども、いい成績を残しているんですが、上がらないというところは、やっぱりね、なかなかね、フロントからしても来季の構想からは、外れているということなんではないでしょうか。まあ、なのでね、成績はいいんですけど、どの上選手選んでおります。で、二人目ですね、渡辺正選手28歳。プロ7年目ですね、年俸が900万円。 はい。渡辺選手はですね、まあ外野手ですよね。育成から入ってきて、えー、もう7年になりますが、えー、見ていきましょう。1軍では9打席で2アンダー、打率2割2分2厘、オーペス0.444という成績でございます。はい。まあ、1軍でですね、こう、めちゃくちゃ実績があったわけではありませんが、昨シーズンで言うとですね、えっ、ー、と、まあ100打席以上立っておりましたので、まあ、k 杯は昨年になるんですけれども、それでもね、こう、目立った成績ではありませんでした。 2軍では250打席で51安打2ホーマー、19打点8勝類打率が2割5分、オーベス0.729ということで。ま、まずまずは打っておりますが、ただ年齢から考えてもですね、28歳。育成出身というところも考えても切られやすい選手かなっていうふうに感じました。さらにですね、もっと言うと、同年代の、センターを守れるですね、春太選手がオリックスからやってきたんですね。 まあ、ここが、あえてね、フロントが、まあ、外野手を取ってきたというところになるとですね、渡辺選手、結構本当に立場的には危なくなってくるのかなっていうふうに思います。中日、外野が非常に多い球団なので、誰かしらは切られると思います。その中で、まあ、一番手に候補に上がってくるのが、この渡辺選手なのかなっていうふうには感じましたね。はい。で、3人目は山下綾嗣選手、29歳、プロ12年目、年俸600万円ですね。 はい。山下選手はですね、2010年ドラフト1でソフトバンクに入団しました。そこからですね、楽天を経て中日にやってきたという選手ですね。まあ、キャッチャーではあるんですけれども、ファーストや外野にもですね、果敢に挑戦しておりますが、一軍では24打席3安打1ホーマー、打率が1割3分、オーペス0.428という成績でございます。 まあ中日に来てからはですねなかなか出番がなくですね去年、今年とですね、えーまあ、そこまで、ね、引いてた数字っていうのは残しておりません2軍では132打席、30安打フォーマー16打点2盗塁打率が2割5分、オーペースが0.702という成績でございます。 え、山下選手に関してはですね、ちょっと難しいこともあって、やっぱキャッチャーにはなるんですよね。え、試乗機会っていうのがキャッチャーでは減ってるとはいえ、まあ守れますし、えー、まあ直近で言ってもですね、2軍でね、キャッチャーで出たりしておりました。なので、え、どういう扱いにするかっていうところですね。で、ここで重要になってくるのが、やっぱ軍事選手の扱い次第で、めちゃめちゃ正直ですね、野手に関しては変わるんじゃないかなっていうふうに思います。中日の保守見ていくとですね、えっ、ー、と、まあ軍事アリエルっていうところがいるんですね。アリエルはほとんどですね、 キャッチャーをやっておりませんので、まあ、外れると考えて、軍地選手までですね、完全に外野に転向してしまうとですね、キャッチャー6人しかいないんですね。育成にもいませんので、そんな中ですね、山下選手をリリースというのはなかなか厳しいなというところになります。ただ軍事選手も2軍でね、ちょこちょこキャッチャーをですね、終盤になってやり始めました。個人的な予想だと来年はキャッチャーもある程度軍事選手やるんじゃないかなっていう予想なんですよね。そうなってきたら、まあ、キャッチャーを切って新しい選手をですね、入れてくるんじゃないかなという予想もあって。 ですねまあ、山下選手をリリースかなというふうに思いました仮に軍事選手が完全に外野に移行するのであればもう1人ですね外野手が切られる可能性っていうのも出てくるかなというふうに思いますのでなので軍事選手の扱いっていうのは非常にですね戦力が予想において、えー、大事になってくる、えー、要素なのかなっていうふうには感じますねはいで続いてはですね育成落ちですね結構いますので見ていきましょう はい、は育成落ち組ですね、ちょっと多いので、えー、2つに分けていきます、まずは育成落ち組1ということで、えー、1人目は、えー、梅津広大選手、はい、梅津選手はですね東洋大からドラフト2位で入ってきました、まあ、実力のある選手でして、えーまあ、1軍でもですね、まあ、少ないイニング数ではあるんですが、結果というのも出てきていた選手なので、今シーズン期待されておりましたが、えー、ただですね1軍で登板なし、2軍で登板なしと,というのも、ですねトミー・ジョン手術をですね春先に発表。 いたしましたので、えー、まぁ今期はですね、投げれない。 で復帰は1年半ぐらいかかる可能性があると、まあ、それよりです、ね、早期に帰ってくることもできるんでしょうけれども、ただ長くかかる場合もあるということになりますので、まあ、来季の開幕はまず間に合わない、えーまあ、間に合うかどうかっていうところもです、ね、しっかりとシーズン入ってからジャッジでもいいのかなっていう,ふうに思いますので、まあ、まず育成落ちなのかなっていう,ふうに思います、でトミー・ジョンでいうと、田島選手とかも、ね、トミー・ジョンしたんですが、育成には落ちませんでした、ただそれはやっぱ田島選手の実績とかももろもろ考えてのことだとは思います。梅津選手もですね、まあ、いいピッチャーで あるんですけどドラゴンズでめちゃくちゃ実績があるとは言えませんのでそういうところを考えても素直に育成を落ちにしてくるんじゃないかなとうう思いますね。 はい、2人目は加藤翼選手、19歳プロ2年目ですね、年俸550万円でございます。はい、加藤選手はですね高卒から入ってまだ2年目の選手ですね、ドラフト5位指名です。ですが、1軍当番はありません、2軍では12当番8.22ぐいっしょ0敗、防、は、御、い、率8.31、奪三死率7.27、抑止率16.62という成績でございます。 はいなかなかね、ちょっと結果残せずにですね、まあ、昨シーズンもですね、えー、シーズン投げておりませんでしたので、そういうところ考えれば、ですね中日はどんどんもうね、えー、ピッチャーであれば、えー、育成落ちしていく感じにもなってきておりますので、まあ、その動き見たらね、加藤選手の場合は、まあ、育成落ちっていうところが割と濃厚なんじゃないかなっていうふうには感じますね、えー、去年でいうと、福島選手とかね、その位置でございましたので、まあ、福島選手が落ちるのであれば、加藤選手もまあまああ同様にですね、落ちてもおかしくはないのかなっていうふうには感じます。 はいでまあ、えー、この2人に関してはじっくりと試合が復帰をというところですねまあ、梅津選手はですね、えー、まあ、トミー・ジョンというところで時間かかるんですけれどもまあ、復帰さえしてしまえばですね逆にもうバリバリ投げれるというわけなので、えー、しっかりと、まあ、復帰目指してほしいですし加藤選手に関してもま、えー、まあ、まあやっぱね結果が出なくて。 まあ、リリースっていうところもですね、球団によってはもしかしたらあるとは思うんですよね。ただ、まあ、仮に育成落ちあれば結構待ってくれるかなっていうふうに思いますし、まあ、昇格のチャンスも巡ってくるかなっていうふうには思いますので、プラスにね、もし、えー、育成落ちたとしても捉えてほしいなっていうふうには感じますが。はい。では続いてが最後ですね、見ていきましょう。はい。では最後ですね、育成落ち組2ということで、計2名ですね。はい。まずは、近藤蓮選手、23歳プロ、2年目、年俸510万円ですね。 はい。で、近藤選手はですね、育成から入ってきまして、今年2年目。昨年ですね、試合化昇格があったんですけれども、結局1軍で投げたのは昨シーズン2試合のみということでございました。今季見ていくとですね、1軍では登板がありません。 2軍でもわずか3登二2.1インニング、防御率が13.14という成績なんですよね。予視給率に至っては19.29ということで。で、今はですね、もうちょっとね、実戦から遠ざかっておりまして、お、ま、そ、あ、らく怪我かなっていうふうには思うんですけれども、えーまあ、ここまで結果は残していないということですね。まあ、育成から入ってきたっていうところもありますので、仮に怪我であればですね、育成押すの可能性が高いのかなっていうふうには思います。ここからですね、えー、まあ、復帰してくる可能性もあるんですが、もうシーズン 終わるのでちょっとここがどうなのかなっていうふうには思いましたので、まあ、育成落ちということで選んでいきました。 で続いてはですね柿越健心選手、プロ4年目、ですね年俸が564万円ですね、はい柿越選手は、ですね支配下で入ってきましたね、2018年ドラフト5位指名でございますが、えー、見ていくと、1軍では当番なし、2軍でも当番がありませんということで、で柿越選手に関しては、ですね一生、ですね下に落ちていたんですけれども、去年ね、2軍でいい成績残しました。 で今季ですね始まる前に試合が登録となりましたただですね蓋を開けてみれば1軍2軍ともに登板なしということになっておりますで4シーズンあるんですけれども、まあ、1軍で登板したことはありませんし2軍でもですねーん、まあ、シーズンですね全部投げなかったっていうのが今年含めて2度あるということになりますのでやっぱねなかなか厳しいのかなっていうふうに思いますまあただ投げればねいい選手ではありますので、まあ、育成をして様子を見るんじゃないかなというところですね、はいまあ、ただこの2人に関しては もしかしたら育成挟まずにリリースも、えー、なくはないのかなっていう感じではありますよね。特に柿越選手なんかはですね、えっ、ー、と、まあまあ全然稼働ができていないわけですから、まあ、見切りをつけてリリースっていうところも考えられますし、まあ、先ほどもですね、言いましたが左ピッチャーで言うと、えー、彼より年下のですね、上田選手が出てきているわけで、まあ、そういうところを考えると、まあ新しい選手を取るのでリリースっていうことにもなってもおかしくないかなっていうふうに思いますが、えー、まあ、怪我の具合もね、どのくらいかわからないので何度も言えないんです けれどもただまあ1回、またね育成で様子は見るんじゃないかというところなんですけれどもまあどうなんでしょうかとはいということで以上ですね9選手でございました最後、年齢分布ありますのでまとめて終わりましょう。 はい。では、中日,日戦力が予想一覧ということで見ていきましょう。えー、まあ引退済みはですね、福留選手がいまして、戦力が予想は、ピッチャーでは佐藤選手、笠原選手、キャッチャーでは山下選手、内野では土の上選手、外野では渡辺選手。で、育成落ちはですね、ピッチャーですね、梅津選手、近藤選手、柿越選手、加藤翼選手の4選手でございます。9名が、えー、まあ枠から外れるという予想ですね。 うんで、ピッチャーで見ていくとですね、まあ危ないところで言うと、えっ、ー、と、まあ岡田選手とか、福谷選手、岡野選手あたりかな、か言われるとは思うんですけど、やっぱ中日本当とね、ピッチャー少なくて、投げれる選手っていうのがそも,そもそもそこまでいないということになっておりますので、まあドラフトで獲得するにもですね、限りがありますので、やっぱある程度イニングイーターっていう役割はですね、来年も必要かなっていうふうに思いますので、正直切ってる余裕っていうのはなかなかないのかなっていうふうには感じましたので、まあとりあえず残すと。まあそれプラス、やっぱですね、 現役ドラフトですよねそこら辺も考えていくと実績ある選手の方がもらわれやすいのかなっていうふうに思います FA 権持ってない選手とかいろいろ考えればですねうんまあそうですね岡田選手とか鈴木選手とかピッチャー中心に現役ドラフトは行くんじゃないかなっていうふうには感じてますで、えーとまあ、あとはですねキャッチャーですね先ほども言った通りやっぱアリエルと郡司が、まあ、ここにいて、まあえー、アリエルが外れるのでキャッチャー的には少ないとで郡司がどうなるかっていうことですよね今年はほとんど外野手だったんですけどただ終盤に来てキャッチャーもやり始めた これはどういうことなのかなっていうところを考えればですねやっぱまあ来年もキャッチャーやらせようっていうところなのかな木下選手もですねちょっとこう打撃がですね、えー、なかなか打てなくなる時もあります、まあ、石橋選手がいるとはいえそこの中間層ですね郡司選手にはいてほしいのかなっていうふうには感じますよねまあなので、えーとまあ、軍司がキャッチャーやるとなればですね結構ね数はいますのでまあそれだと誰かリリースになるとでリリースになるのはやっぱ山下桂、まあ、この2人かなっていうふうに思ったんですよねで桂選手に 関ししててはやっっぱまあある程度這い抜きですす、まあ、実績っていうのもあります打撃成績だけ見たら山下選手の方が当然いいんですけれどもキャッチャーっていうところを考えればですね郡司、まあ、選手もまあそこまでまだまだバリバリですね守ってるわけではないですしえ宮選手に関しては今年ほとんどキャッチャーもしてませんのでそれだとまあ,ある程度キャッチャーとして考えられる桂選手の方が優先されて山下選手はまあリリースになるんじゃないかなっていうところですねはいで続いて内野ですねで内野見ていくと、えー、まあ土ノ上選手だけリリースと福田選手は複数年なので、まあ、そこは、ね 覗くんですけど、まあそれ以外正直切る選手っていうのも見当たらないなっていうところですよね。内野に関しては、えー、まあ、ある程度役割はあるので、まあ、どの上選手切って ってえーまあ、内野手といいうのを連れてくるんじゃないかなか、まあ、よく言われているのが田中美希也選手とか友杉選手とかですねそこを上位で持ってくるんじゃないかなとうう思いますであとは外野ですね、まあ、福留選手引退して渡辺選手で、まあ、2人、ね、いなくなるっていうところですよねであとは外野手に関してはやっぱ右の外野手ですねここがかなり多くなってますで、まあ、アリエルも来るとなればですねやっぱまあブライトウッカイアリエル、えー、伊藤福本ということでこの、えー、年代の選手が結構多いんですよねでやっぱ危なないのが伊藤選手なんです ですけど、まあ軍事選手がキャッチャーやるとなれば、センター候補渡辺選手もまあリリースということの予想なので、まあ、そういう意味ではセンターを守れる伊藤選手というのはまだね、えー、まあまあ様子見るんじゃないかなっていう風な予想でございました。ただま、伊藤選手も郡司選手が外野に来ればですね。当然危なくはなってくるので、まあ、本当に軍事選手次第かなっていうところにもなってくるんです。けれども、まあ、まとめるとね、えー、こんな予想でございました。で、いろんなね意見があるかなっていう風に思いますので、ぜひね、えー、皆さんの予想をコメント欄にお書きいただければ嬉しいです。では。以上。野球 でございました性能ゲームセットありがとうございました